ましょか。この辺のはずだよね。みんな、朝話した作戦は覚えてる？それは大丈夫だけど、本当にやるのか？クリスもダクネスも危ないぞ。問題ない。覚悟ならできている。クリスもそうだろ？もちろん。カエルを倒して、私たちも無事で帰る。だから心配しないで。そっか。それなら任せたぞ。後でミーヤも蹴っ張るからな。来た！今度こそカエル狩りを始めようか。まずは米子さん、よろしく。いでよ、でっかいゴブリン。ったく、俺はお前の使い魔じゃねえぞ。でも友達、違うの？ああ、もう、わかったよ。やることやって、お腹帰るぜ。それでいい。じゃあこの辺燃やして。了解。一発でカエルの丸焼きにしてやるぜ、インフェル。ちょっと待って。うんだよ、もう、調子くるな。強火はダメ、弱火でじっくりお願いします。タグ、注文の多いガキだな。インフェルノ弱火。アグルレルレ。しばらくすりゃ生焼けになってるだろう。これでいいか？うん、ちょうどいい。ありがとう。よし、あとは時間稼ぎか。クリス、準備はできているな？当然、私たちも焼けないように気をつけるよ。ああ、やけどしないように鎧を置いてきたのだからな。行くぞ、クリス。レベルだ。重く強い、いい攻撃だ。クリス。わかってるよ。よし、背中はいただき。まだ攻撃は通らなさそうだね。ならば通じるまで耐え続けるだけだ。我慢比べなら負ける気はしない。だね、私たちの忍耐力見せてやろうよ。おいガキ、このままだとお仲間まで生焼けになるぞ。大丈夫なのか？うん、大丈夫。お姉ちゃんたちが何とかしてくれる。へっ。そうかよ。おお、見ろ、ジャイアントトードが。やっとカピカピになってきた。じっくり水分を飛ばせばヌメヌメもなくなるはずだよね。名付けて焼きキノコ大作戦。火に囲まれながら戦って、私たちまで焼きキノコみたいになるところだったけど、どうやら我慢比べは私たちが勝ったようだな。ヌメヌメがなくなってもまだまだ元気だね。みんな油断せずに行くよ。ああ、ここからは総力戦だな。ミーア出番だ。一気に攻めるぞ。任せろ。みんなが蹴っ張った分、ミーアがやってやるぞ。コメッコさんはちょっと遠くにいようか。怪我でもさせたらメグミンさんに申し訳が立たないしね。大丈夫？大丈夫。すぐ終わらせてカエル肉をご馳走するから。肉？わかった、遠くから見てる。うん、お腹空かせて待っててよ。それじゃあこいつを倒してお宝とお肉をもらっちゃおうか。この巣は冒険の軌跡をご覧になりますか？カルシャバ！
竿と違って槍がちゃんと当たるな。よし、もっともっと攻めるぞ。待てミヤさん、あまり調子に乗ると。くらーぶっ。うわっ、ベロが伸びたぞ。あの人厄介。今のカエルの動き、そうだ、ダクネス、次に下が来たら捕まえてくれる。わかった。わーお来たな。はっ、ダクネス、ナイス。そのまま下を掴んでてよ。動けない今が仕留めるチャンスなんだから。ああ、とどめは任せたぞ、クリス。任されたよ、深夜。はぁ、ロック。ロック。やったー、ヌメヌメのジャイアントトード、勝っただ。カエルの串焼き、カエルのターン、ジュルリ。ふぅ、なんとかなったね。クリスお姉ちゃん、お疲れ。ダクネスお姉ちゃんもミーヤお姉ちゃんもかっこよかった。ありがとう。でも今回倒せたのはみんなのおかげだよ。いや、クリスが立ててくれた作戦を実行しただけだ。無茶な計画を立てるものだと思ったが。そんな無茶を引き受けてくれたのはダクネスたちじゃない。感謝してるよ、ほんと。それくらい構わないさ、親友のためだからな。それに、それに火炙りというのも趣があっていいものだった。危険ではあるが、またどこかで経験したいものだ。相変わらずだね。なあ、ミーヤはもうお腹ペコペコだ。二人で話してないで早くカエル食べないか。おっと、ごめんごめん。それじゃささっとアクセルまで戻ろうか。討伐お疲れ様。それじゃあみんな手を合わせて、いただきます。ほんとだ、パサパサ感が一切なくて美味しいね。あむあむ、カエルの足うまい、うん、鼻もうまい。そういえば、カエルが飲み込んだというお宝は一体どうなったのだ。ああ、それなら私が預かってるよ。もしかしてダクネスもお宝欲しかった。いや、私は大丈夫だ。きっと二人もうまい肉が食べれていい旅だったな、クメッコ。うん、来てよかった。そうみたいだね。いろいろ大変なこともあったけど、最終的にはいいクエストになったかな。ああ、重い一撃から極上のヌメヌメに火炙りまで、大満足のクエストだった。またうまいもの取りに行きたい。そうだな、クリス、また連れてってくれ。うん、いいよ。たまにはこういうメンバーでクエストに行くのも楽しいよね。次は何に挑もうかな。今から楽しみ。このスバッ。